えっとサンケカーリカのですね第13章ですかね、えー、っとこれがあのプラクリティでこの中に入ってきてでそこから展開して生まれるということになってるんですね。でサットバっていうのが、えー、警戒で照らすものであるとラジャシが刺激的で活動的なものであるとでタマスが鈍重で覆うものであるっていうそういうふうな説明ですよね。であのー 僕らに一番この感覚的に分かりやすいっていうのがサットバっていうのが僕は意識性であるということを説明したと思います。でラジャスっていうのは心の作用であると。でタマスっていうのは物物質的なものであると説明したと思います。で、えっと 科学的にというか、ね、正確にはこれの理解の方がこういうものよりもですねずっと分かりがいいと思います現代人にとってですねこういう言い方をするよりもこっちの方がずっといい警戒照らすもののこれは意識の作用なんですねで心っていうのはそれがもう少し劇質的になったもので僕らが「想念って言ってるものを考えたりとか想像したりとか空想したりってだから心の作用っていうのは結果的にラジャスの作用であってそして苦をもたらすんですね。 ですから宗教っていうのは何でも言っているようにこの心っていうのを死滅させようとしているんですね絶対死滅することはないんですよ <laughs> ないんだけれどもあの沈めることができると静かにすることができる家の中に皆さんが仕事から帰ってきて子どもたちがいつも大騒ぎでワイ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 って心の休まる暇がないでしょだけど家に帰ってきた時に非常に静かな環境だったら楽ですよねそれと同じで都会のように都会の喧騒ですごく騒がしくて。 ところがものすごく風光明媚なところで、ね、すごく美しいところで,でそういうところに自宅があってそこに住んでいる人っていうのは心休まりまりすよねそれはなぜかというと騒ががしくないんですよ周りがそれと同じように自分の心がですねいつも騒がしい人っていうのがいるのいつも心の中でおしゃべりしてる人がいるの頭の中心の中でずっとおしゃべりしてるやめないのこういう人が、まあ、確かに刺激的活動的な人ではありますわね。 だけども宗教的にはそれは苦だから苦だからこれを滅ぼしなさい,いや静かにさせなさいということですねそうしたらどうなるかというとこのラジャス性がさっとば性に変わっていくんですね意識に転換していくわけですねで意識は明晰なんだけれども心は静まっているこれは実を言うとスポーツでも何でも理想的な状態ですね。これはあの平常心であるとかねいろんな言い方しますけれども。